どうも皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、直樹と申します。俺の記憶、みんなの絆、ペルソナ3実況プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、いきなりだったんですけども、千鳥が病院から脱走し、で千鳥が私たちを倒すということで戦っていたんですけども、それを倒し、で結局純平がこいつを守るって決め、千鳥を守るって決めたんですけども、撃たれてしまい拳銃で、で死にかけのところを千鳥が助けたというところですね。おい千鳥、しっかりしろって。何言っちゃってんだよ。おい、そう、これからはね、私が純平を守るよ、ずっと。つまり彼女はそれで持っているその命を分ける放出する力というのを全て使い切って、純平を助け切ったってことですね。ああ、俺もだ。俺だって君を守るよ。だからなんでこれ。やっぱりいい気持ちだね、純平といるといい気持ち。千鳥大好き、純平ありがとう。彼女は千鳥、嘘だろ。そうですね、千鳥、返事してくれよ千鳥。というわけで、愚かな、こんなにもくだらない最後を選ぶとは。くだらない。決意の力が新たな力を呼び覚ます。はい、というわけで思いの形は、はい、なんとペルソナヘルメスからトリスメキストスが覚醒した。はい、というわけで火炎の力で火炎向こうの、火炎耐性を持っているジンだっけを火炎で吹っ飛ばすっていう、もはやゲームとしてのルールを吹っ飛ばした攻撃をしやがったっていうわけですね。大した見せ物だ。ならこちらも相応の返礼をしなければ。やめときやったかや。なぜです、話しなさい。あんたには先がある。ここで無理したかって意味あらへん。私はもっと大きなことを出します。影時間を消す手立てのないあなた方は、もはや捨ておこうかとも思いました。いずれ決着をつける日が訪れそうです。待てよ。よせ、もう無理だ。話せ、俺は彼女にもらった命だろ。託されたんだ、無駄遣いするな。千鳥、千鳥、こんなのきつすぎっけど、でもさ、
俺一人の命じゃないんだよな。純平、寮に帰り着くまで純平は言葉を発しなかった。ミラも誰一人かける言葉を見つけられなかった。まあそりゃそうでしょうね。はい、というわけで、疲労になった。今日は勤労感謝の昼、学校が休みだ。昼間、純平は部屋にいるようだが返事がない。そういえばここはあれなんですよね、荒垣が暮らしている部屋に人間誰もいないという中に入ります。まあこういう部屋になってるんですよね。一応アイテムが荒垣の品が入っているっていう、で荒垣に預けていた装備品を見つけたっていうわけなんですが、まあこれはこのままに置いておきましょう。はい、もう私はあんまりどちらかというと預けてるとかっていう感覚じゃなくて、もうその人に買ってあげてるつもりの気持ちでいるので、ゲーム内では。なんで彼が最後それをつけていてくれてたんだとしたら、それはそれで構わないなと思います。まああの時はつけてなかったでしょうけども、最後まで戦いの時にはつけてくれてたとするならば、まあそれはそれでいいかなと思います。純平君と千鳥さんはとても素敵な仲だったのは分かっています。それは今だってある意味で一緒にいるけれど、でもやっぱりこんな結末で生きて一緒になってほしかったです。彼女も例の薬物を使っていたからな。今死ななくても近く死ぬ運命だった。あるいは今回の結末はそんな運命の中で選び得る最も美しい結末だったのかもな。それは知らないですけどね。いつもおちゃらけ純平が本当にマジになった人だった。純平、大丈夫かな？大丈夫だ。ありがとう、ちょっと息が楽になったかも。生物は何であり、自己の生命以上優先する本能を持っています。よって、自分の生命を全て譲渡しようとしても、この本能がリミッターになると思われます。にもかかわらず、千鳥さんは純平さんに命を譲渡することができました。本能をも上回る何らかの意思がお二人の間にあったものと思われます。まあそれがあれですね、まあ、私が変に話すようなことでもないと思うんでいいですけど、まあそういうことですね。では岩戸台の方に行きましょう。今日っているよし、じゃあそうしましょう。純平さん、まだ部屋から出てこないです。辛いですよね、大切な人を失うのって。心配だな。考えてみれば、主人公も両親を失って、ゆかりちゃんもお父さんを失って、ねえ、あむたくんもお父さんを、お母さんか、大事なお母さんを失って、ここのニュース誰もかしこもあれですね、失ってばっかりですよね、本当に。悪病してる本屋さんと行かないようにしてどうしますかね。先日作ったやつを取りに行ってもいいんですけれども、
でしょう。とりあえず。戻りますか。現実編。体がだるい。まあ、そりゃそうでしょうね。早めに休みましょう。はい、今日から4日間体験学習だ。来る日も来る日もひたすら段ボール運んだ。なんだこの無駄に長い間は一瞬私ションキーはフリーズしちゃったんじゃないかと思ったぐらいびっくりしました今。はい、というわけで純平さんまだ元気ないみたいですね。出ないみたいですね。なんかさすがにちょっと心配ですね。無理もないけどね、あんなことあった後じゃあさ。まあ今週は運よく体験学習で忙しかった、騒がしかったからね。学校にずっと来てないことはまだあんま目立ってない感じ。サボってた間に少しは切り替えついてると思うんだけど、僕それ必ずストレガーのやつが倒しますから。もうこんなのたくさんだ。でも一人だけ何かしようっていうのはもうダメだよ。もちろん分かってます。よし、というわけで一旦じゃあセーブしたいと思うのでカットします。はい、というわけでセーブしてきました。体験学習お疲れ様であります。予想通りのルーティンワークで私以外は抜き並みだるかったようですね。体験学習なんだかグダグダだったよね。もともと気の許せなかったところに順平のことが気がかりだっていうのを考えてさ、あいつこの後どうなっちゃうんだろう。時は解決するなんて言葉であるが、果たして意味はどうなんだろうな。とりあえず数日経ったが改善の良さは全く見られない。それでもやっぱり待つべきだろうか。それとも何かしてやった方が。待つべき。愛しい人は死んだんだからな。たかが数日は何にもならないか。本当なんでしょうか。仲間の様子。純平君は結局体験学習は来なかったんですよね。この間ずっとどっかで一人ぼっちでいたんでしょうね。どうしよう、このまま純平が立ち直らなかったら。あんなことはないよ。まあ期待するか。待ってね。じゃあ行きますか、散歩に。どうせただ戻ったという時間経過するだけなんで。先日お伝えした行方不明者の少女の話題から、少女は辰巳記念病院入院中、爆弾というのに含まれた可能性が高いと。なるほど。ああやってまた事実と違う状態性変わって話が伝わってるんですね。コロマルは楽しそうに遊んでいる。コロマルは何か気をつけた。大吉を守るように言えた。コロナで寮に戻ることにしました。今日はどうしようか。早めに休みましょう。はい、というわけで11月28日よく寝たら絶好調になったと。放課後今の授業が終わった。純平来てないですね。あ、純平さん来たの。純平さん早々に帰ってしまいましたね。足取りも明らかに重かったですし、やはり未だ立ち直れていないので超心配です。ちょっと待ってね。
前回ゆかりちゃんいたよね。そうすると全然あれだな、たまらない、まずいぞこれ。少しは元気を出せ、純平。分かってますよ。で、なんすか、よ。病院からだ。それ。彼女の病室にあったものを整理していて、それが見つかった。代わりに頑張んなきゃって分かってるけど、やっぱきついな。まあ、それそうだろうな。ねえ、純平、見てもいい？どうせ理解できないぜ、千鳥の絵はさ。非常に理解に苦しむ絵ばっか描いてると思ったんですけど。これってすごい上手。ほんとすごいじゃん。どこが理解できない絵よ。これ純平さんの顔を克明に描写してるでありますね。普段は全然理解できないような絵を描いていた千鳥が、純平の絵をすごいリアルに描いていたんですね。塞いでんなよって言われてるみて。よかった。ハゲ時間を消すために戦うよ。今までちょくちょく突っかかったりして悪かったな。ちょっとだけ悔しいけど、でもお前の力頼りにしてるぜ。なるほど。純平、愚者のペルソナの攻撃が上がりました。ランク9。上がりましたね。やっぱ、なんでしょうか。もう基本的に終わっちゃいましたしね。どうよ、あのスケッチブックのナイスガイ。確かに千鳥補正が書いて実物はちょっと違うかもしれないけど、でも近いうちその実物だったらのぐらいになっちまうので、目をひげむいてよく見てるよ。頑張れよ。そうやはりこうでなくては。そうだそうだ。スケッチブックに自分の顔か、なんか自然や小説みたいで素敵ですね。前回純平さんたち乗ってよかったですよ。そうですね。あ、そうだ。あいつの顔見て、ナムダの顔見て思い出したわ。グンクイーン、そうそう、取りに行こう。スクールの依頼しといて1週間以上放置してんじゃん、やっぱ俺。よいしょ。入った時でグングインを受け取ったと。じゃあ出ますか。
覚醒量を持って。ではもう戻っちゃいますか。はい、というわけで、まあ早めに休んでと、日曜日ですね。そして地味に次の満月が近づいてきていると。今日は学校が休みだと。じゃあ、まあ日曜日なんでね、普段やってる通り行きますか。なり神社でいいのかな。はい、というわけでこっちですね。ねえ君、ワニがピンク色なんてどう思う。急になったって感じですよ。ああ、悪い。没頭していたものだから。神木は恥ずかしそうだ。これ、僕が考えた話の主人公だよ。豊かな森に生まれたんだけど、ピンク色だから目立ってしまうんだ。だから、餌もろくに取れなくて、いつもお腹を空かせてる。森の住民たちは彼のことを嫌ってるんだ。気持ち悪いとか、呪いだとか言ってね。そんな一人ぼっちで生きてきた彼に、ある時友達ができたんだ。それはうまく飛べない小鳥。小鳥は彼の背から飛ぶ練習を毎日したんだ。なんだか恥ずかしいな。これどう思う。まだわからん。そっか、まだ出だしだからね。僕は今まで話を考えたことはないし、ありきたりで下手だろうと思う。でも僕たのための話だからそれはいいんだ。できれば君にも何か与えられたらとは思うけどね。神木は静かにうなずいている。この間から考えてた。僕のために幸せな話を書きたいって。僕はそこに自分の生きた意味を見出せるような、そんな幸せな話を書くときは君を思い浮かべてる。まだ死ぬなと君が言ってくれそうな気がして。神木が弱々しく微笑みかけられた。神木と仲が深まった気がした。はい、というわけで、これが今6ですね。前回はこうか。そうするともうすぐ風が吹いてくる。ここのところそういうのがわかるんだ。時間がないのかな。帰ろう。また会えることを祈るよ。神木と別れ、寮に帰ることにした。ちなみにピンクのワインの話っていうのは多分、あ、おかえり、前のペルソナ4やってる人だったらもしかしてと思うかもしれませんが、まあ、そんなのも実はいつで分かる時あります。まあ敵とかもいないんで不正気になっちゃって。あ、そうだ、なんかまた涼次君来てるみたいで、順平の部屋だって。順平のやつまた全然ブルーでしょうに友達を呼んでくるなんて意外。あの二人実は結構マジでいい友達なのかも。私とゆうきちゃん、なつきちゃんが離れ離れになった時、絆切れずに残りました。順平くんと千鳥さんもきっと同じなんですよね。千鳥さんは死んでしまったけれど、絆切れずに残り続けてるんだと思います。
ですが、子供さん、そういう色恋沙汰ではないんですよ。好きとか嫌いではなくて、あやときさんはダメなんです。それやはり、じゃなくては、あの、隣に人がいなくて、その発言っていうのはどうかと思うけどね。この辺も一緒ですね。それまで、ことごとく前衛的な絵だけを描いてきた彼女は残した絵よりの絵。これほど画風が変わった理由、君にはわかるか。が、いろいろ考えてみると、決して無駄ではないと思う。あの純平の絵だけどさ、なんかすごくいい顔してたよね。そう、その顔が見たいんですけど、こっちには映ってないですからね。はい、というわけで、どうしようかな。まあ時間的にも26分、もうあと1日ぐらいできるかもしれないですかね。はい、というわけで、11月30日午前、ここに描かれてる紫の上の美しさよ。平安美人理想として描かれたわけですか。それはもう憧れの的だったわけだな。平安美人といえば、質問しようか、勇気。平安美人の第一条件は髪の長さ、美しさだが、シャオの髪としていたわけだ。お城だって、発奮じゃないと思いますけど、染めるだけじゃなく、眉を抜いた上で描き、歯をペッタリに染めるなどの努力もしていた。この引き眉とお歯黒だがね、男性気分はどうしたと思う。引き眉で見せたんですよ。そう、自分もやってみたらどうかね。引き際とお歯黒は、いわばセットが男女さ成人くらい行われていたんですが、そうなんだ。発砲には、鉛が入って体に悪かったことは、そんな努力を感じたくない人に映ってた。今の時代の国は君に来たらいいんだなと。というわけで、こんなの覚えてないっすよ。そう、授業に終わった。やっと、大好きさんのことが気になって授業に全く集中できません。非常に困っております。で、残りもうあと3分ですね。あ、3分じゃない、残り今29分か。だとするともう終わりなんですが。はい。じゃあ今回の動画はここで終わりたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければまた次もご覧ください。それでは。